私の実家は雪国なんですが、盆地のせいで夏場は熱がこもって、夜はかなり暑くなります。田舎でネットやゲームもない環境なので、私は退屈していました。時間は夜の10時を少し回った頃です。家の周りが水田ということもあり、開けた窓からはカエルの声がうるさいくらい飛び込んできます。熱気を帯びた空気がまとわりついて、何とも不快でした。私は少しさっぱりしようと、その日何度目かのシャワーを浴びることにしました。風呂場に行って電気のスイッチを押したのですが、反応がありません。切れたか。そう思った私は、替えの蛍光灯を取りに、外にある物置へと向かいました。家の周りは街灯がなく、家から漏れてくる明かりだけがぼんやりと辺りを照らしています。その明かりに向かって、画家何かがしきりに体当たりを繰り返す音が聞こえていました。それ以外の音は、カエルの声と自分の足音ぐらいで、私は妙に寂しい気分になって、知らず知らず独り言を言っていました。ないなあ、こっちか？これは、と違うしな。うわ、これ中学ん時のエロ本だ。こんなとこに隠してたのか。その他にもいろいろ懐かしいものが出てきて、当初の目的を忘れて、私は物置を物色していました。物置の小さな裸電球の下であれこれ探っているうち、古びた木箱を見つけました。それは相当奥まった場所に置いてあったため、厚い埃をかぶって蜘蛛の巣まみれでした。大きさはだいたい一辺が30センチぐらいでした。蓋の部分を少し横にずらしてから開けるように細工がしてありました。道具箱か何かかと思いましたが、持ち上げてみると軽くて、振ってみても音はしません。呪物として用いられる箱の話は知っていたので、もしかしたら良くないものが入ってるかもしれない。そういう恐れはありましたが、見たところその箱にお札や封印は貼られていませんでしたし、危険な感じもしませんでした。少し逡巡した後、私はその箱を開けました。中に入っていたのは、綺麗なマリでした。絹か何かで作ってあるのか、手触りはすべすべと心地よく、夏場の熱気など知らないと言わんばかりに、ひんやりしていました。椿を模したと思われる柄が赤を基調に編まれており、見た目もとても美しいものでした。にもかかわらず、私は恐怖と後悔に襲われていました。理由はわかりません。ただ、そのマリを箱から出した瞬間、触らなきゃよかった、どうしよう、怖い。それだけが頭を占めていました。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。気づけばなぜか私は謝罪を繰り返していました。震える手でマリを箱に戻して、元あった場所へ押し込んで物置から逃げ出しました。家に入るとやっと現実に戻ってきた気がして、ヘタヘタとその場に腰を下ろしました。冷や汗で全身はぐっしょりと濡れて、T シャツが気持ち悪く張り付いています。あんたどうしたの？
突然声をかけられて飛び上がらんばかりに驚き、声の主を確かめると母でした。怪訝そうに私を見ています。風呂の蛍光灯切れてて、物置に取りに行ってた。なかったけど。いちいち取りに行くの面倒だから、私の部屋のクローゼットに入ってるわよ。それ先言ってよ。それじゃあまず聞きなさいよ。私はエスパーじゃないんだから、あんたが何探してるかなんかわかるもんですか。それもそうだとうなずきながら、私は居間へ向かいました。母と話したおかげでだいぶ落ち着きましたが、一人で風呂に入る気にはなれず、明るいところにいたかったのです。たかだかまり一つで何をバカなと思うでしょうが、私はあのまりに恐怖と罪悪感を抱いていました。今には父がいました。いつものように晩酌をしながら笑いもしないでバラエティ番組を見ていました。ちっとも楽しそうには見えませんが、本人曰く楽しんでいるそうです。私は父の横へ投げやりに腰を下ろして一つ息を吐きました。もらうね。父に一声かけ、酒とおつまみに手を伸ばしました。あまり欲しくもなかったのですが、何かしていなければ落ち着かなかったのです。ポリポリとおつまみを食べながら酒を継ごうととっくりに手を伸ばしたとき、父が私をじっと見ていることに気がつきました。バラエティ番組を見ている時と同じ無表情で。食べちゃダメだった?無言のプレッシャーに負けて私は尋ねました。触ったのか?父は私の質問には答えず聞いてきました。あのマリのことだとすぐわかりました。なぜ父が?頭が混乱して私は何も言えませんでした。触ったのか?もう一度同じ質問をされて私は力なくうなずきました。罪悪感や恐怖、後悔、いろいろな感情がごちゃ混ぜになって涙が溢れそうでした。そうか。父は短くそう言って、くいっと酒を煽りました。そして、ふぅ、と強く息を吐いて話してくれました。あのマリはな、俺のおばあさん、つまりお前のひいばあさんのものだ。どういうものであるかは俺も知らない。ある時、ひいばあさんが山に行って、数日戻ってこなかったことがあったそうだ。探しても見つからず、諦めかけた頃、ふらっとあのマリを持って帰ってきたそうだ。どこに行っていたのか尋ねてもわからない。マリに関しては、もらったの一点張りだったらしい。見たならわかるだろうが、あれは相当いいものだ。貧しい時代にホイホイくれるわけがないと、ひいじいさんが問い詰めたそうだが、結局わからずじまいだ。まあ、綺麗なマリだからな。最初は渋ってたひいじいさんもそのうち気に入って、結局捨てたりせず持っていることにしたそうだ。家族には娘もいたんだが、ひいばあさんは決してそのマリを遊びには使わせず、大切に奥の床の間に飾っていたらしい。でも、奥の間でマリをつく音がするだとか、
まりで遊ぶ子供の姿を見たとか、よくない話が出てきてな。ひいじいさんが厳重に封して、蔵にしまったそうだ。マリを持ってきてからひばあさんが体調を崩して伏せったって話もあるから、気味が悪かったんだろうな。マリをしまってからしばらくしてひばあさんが亡くなった。その後も悪いことが立て続けに起こって、あっという間に家は没落したらしい。まあもともと傾きかけていて、一時は持ち直したそうだが、それも力及ばず、今となっては一般家庭だ。ただ、ひいじいさんの言いつけを守って、あのマリは代々長男が管理しているんだ。私は父が語る話を黙って聞いていました。カエルの声も、また流れ出した汗も気になりませんでした。父は話を続けます。おじいさんがそれを受け継いだとき、姉さん、つまりおばさんがあのマリを見つけて触ったらしい。そのときも今のお前と同じように怯えて、怒られた、ごめんなさい、って上ごとみたいに泣きながら繰り返してたよ。どうやら長男以外の人間が触るとマリが怒るらしいな。結局おばさんも数日後にはケロッとしてたから、お前も大丈夫だ、安心しろ。そう言って父はやっとニコッと笑いました。その笑顔を見て私は詰まっていた息をようやく吐き出すことができて、緊張で固まった体をゆるゆるとほぐしました。結局、マリについてはそれ以上聞けないまま、その日は就寝しました。あれから数年、私はどうしてもマリのことが頭から離れず、いろいろ調べてみました。呪物に関することをはじめとして、民話や伝説まで。調べを進めていくうち、きっとこういうことかなという仮説が出来上がって、去年の帰省の時、確かめる意味を込めて父に言いました。何気なく注意しなければわからないような小さい声で、迷いが、この一言だけです。父はにやりと笑って、同じように一言私に返しました。わらし様。どうやら父は私と同じようにマリについて調べ、私と同じ結論に行き着いたようです。迷いが、山の中、こんなところになぜっていうほど違和感バリバリのお屋敷に行き当たること。いろりに火が焚かれていたり、食事の準備ができていたりするが、人の姿はない。その家にあるものを持って帰ると、不思議な現象に遭うとか、報いを受けるとか、ケースはいろいろ。また何も手をつけずに帰ったところ、胸ポケットに、綺麗な紙人形が入っていたなど、逆にお土産を持たされることもあるようだ。迷いがに関しては、先に説明してくれた方のおっしゃる通りです。わらし様は、他の方のご推察通り、座敷わらしのことではないかと思います。私の仮説ですが、曾祖母は山に行った際、迷いがに入ったと考えています。曾祖母が選んだのか、帰りに持たされたのかはわかりませんが、あのマリはそこで手に入れたのではないかと。おそらくあのマリ自体には人を同行する力はなく、座敷わらしをその家に留める、そんな役割を果たすものではないでしょうか。
マリを触った私を叱ったのも、マリ自身ではなく、ワラシ様だと考えています。以上が伝説や塔の物語を調べて、私がたどり着いた推測です。